はい、じゃあ YouTube はねこれで始めました。じゃあインスタライブも同時に行きます。はい、はい、3、2、1。はい、ライブ始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、昨日レディースやったんで今日はメンズやろうかなと思ってます。はい、インスタライブと、YouTube 動画で、ね、同時にやっておりますんでよろしくお願いします。お願いします。はい、今インスタの案内送ってます。じゃあ、もう早速行きますか。はい、はい、こちらもう上げてます、レーニングチャンプル新作お届けします。はい、M の方でいいかな。はい、レーニングチャンプル、これ新色ってことですね、要はね、うん、ですね。はい、このレーニングチャンプの T シャツなんですけど、はい、ですね、シュプリームのボディを作っていた会社ということで、もうこれに例えばシュプリームって入るともうシュプリームになるっていうクオリティです。はい、このあとなんていうかな、そこの、うん、これね、マルジェラっぽいこの縫い目ね、これもありますね。で、あと裾のこのマークね。はい、はい、はい、で、このレーニングチャンプ T シャツの特徴なんですけど、ちょっと肩のところに手を入れてもらっていいですか。違うから、ね、この縫い目ですね、これがレーニングチャンプの特徴です。はい、まあ平たい縫い目っていうか、平たく縫えてるっていうところはね、あの凹凸がないっていうところで、それがちょっと特徴になっています。まあ、普通ちょっと山になったりするんですけど、平たくなっているということで、はいはい、ちょっとハンガーにかけましょうか。はい、新色ですね、ベージュですね。はい、でこれが M と L が入ってきてます。はい、でかなり、サイズ大きめですよね、これね。大きいですね。でもう L とかめちゃくちゃでかいんで、うん、M でこれです。結構大きいです。はい、サイズ感はちょっとあのカナダサイズになってますんで、ちょっと大きめかなっていう感じがします。はい、じゃあこれレーニングチャンプもう1個入ってます。これは多分ショートパンツかな。これでもさ、今入ってるのとなんか違うんですか。なんか一緒っぽいね。後で検証してみましょう。はい、スウェットのショートパンツ、はい、あのまあバスケ系なんでこういうのも得意ですよね。ボディはやっぱ生地が良くて、まあマークも入ってますし、着心地もいいのかなと思います。でちょっと短めなんで大人っぽい感じになるかなと、はい、思います。レーニングチャンプこの2型しか入ってないんですけど、はい、ちょっとあの売り場のものとちょっと比べてみましょうかね。はい、はい、ちょっと売り場のも紹介します。はい、YouTube 無視してインスタライブで行きましょうか。はい、行きましょう。はい、このショートパンツ、これ似てない、一緒、このステッチは違うね。違う。ステッチがあるのとないの。あ、黒じゃ黒になってる。長さが違うの。一緒ですね。ですね。素材が違うの。いや、それも。長さ若干違うか。それも若干違う。違うな。薄手になって。そうですね、夏っぽく薄手になってるのかな。はいはい、じゃあスウェットがちょっと薄手になったということで、はい、この黒ショートパンツ2色あります。若干違うあんま違いが分かんない、はい、ことです。はい、そこ行ってもらって、その T シャツなんですけど、これですね、はい、色違い、これ4色あります。白、ブルー、ネイビー、ブラック、はい、割とまあ L があるかなって感じですよね。ネイビーは M で、あとは L かな。結構大きいサイズ欲しい人はこれおすすめです。あんまり映ってないよ。はい、太ってますよ。あんま映ってない。そっち映ってないけどいいの、うん、はい、あとショートパンツこれあとこのショートパンツ3色、これ
シャカシャカのショートパンツですね。レイニングちゃん。はい。三色。チャコールネイビーブラックですね。はい。はい、それとあとこれ、キャップ。キャップ2色。はい、ネイビーとブラック。一応レイニングちゃんとこんだけですね。今、残ってるんですね。はい、ぜひ。まあ、生地がいいブランドなんで。よかったら試してみてくださいって言うんですね。はい、持って帰ってみましょう。はい、ちょっと YouTube を無視してやりましたが、じゃあ次これいきましょうか。はい、はい、じゃあスノーピーク開けていきます。スノーピーク、はい、株式会社スノーピーク、はい、新潟から入っております。はい、YouTube は早送りしていただいてね、うん、いただいたらいいかな。インスタライブも早送りできるんですけど、やりづらいので、はい、後から見る人はちょっとあれで見てください。はい、じゃあ1個ずつ案内していきましょう。いろいろ入ってますね。はい、じゃああっちの画面の背中ですね。あ、はい、これから見ていただきましょう。はい、まず、あ、メッシュハット映ってる、はい、はい、ちょっと見づらいかな。見づらいよね。なんか透けてるんだよね。ですね、若干透けてます、はい、メッシュのハットです、うん、なんか蚊とかを避けたりするのにはいいかな。まあ蒸れない感じがありますね。ここにロゴが、はい、スノーピークって書いてます。はい、あ、メッシュわかるな、もう手が透けてるもんね。あ、本当ですか。はい、うん、はい、スノーピーク、メッシュハット、ここで調整できます、ね、調節できると。はい、夏用ですね、これね。ですね、うん、夏用のハットです。うん、見える見える。はい、じゃあ吊るせますか。はい、うん、結構入ってますね。ですね、結構意外と入ってた。はい、はい、はい、パンツ入ってます。カーゴパンツ、スノーピークのカーゴパンツ、あ、いいですね。リップストップのカーゴパンツですね、入ってます。はい、下が絞れる仕様で、はい、はい、カーゴパンツね、最近あんまないんでいいかもしれないですね。リップストップのカーゴパンツ、はい、いいと思います。多分それ一色ですね。はい、はい、OK です。軽い素材ですね。はい、夏っぽい感じの。はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、これはちょっと薄い感じのショートパンツですね。開けとこう。黒のワンタックショートパンツ。あ、なんか薄いね。夏っぽい。あ、メッシュだ。帽子の素材。あ、帽子の素材と一緒かもね。うん、なんか透ける感じ。なんで厚がりの方はいいんじゃないでしょうか。はい、メッシュのショートパンツ。スノーピークのロゴは後ろですかね。ロゴね、あんまりないんで、スノーピークは。ですね。ここにちょっと入ってるかなって感じですね。はい。はい、OK です。はい、じゃあ次に、はい、これはちょっと分かりやすいかな。
かかってる。はい。スノーピークの迷彩のショートパンツ、うん、はい、これもメッシュじゃない、これも同じ素材、ね、さっきと一緒です、あの形が、あの、ね、ワンタックになってる、あ、本当ですね、はい、多分一緒かなと思います、うん、で素材が、まあ素材というか色が違う感じかな、うん、ですね、ロゴもはいグレーで、あ、一応ロゴ書いてあるけど分かりづら、うん、はい、ボタンと一緒の色ですね、色です、はい、これも多分涼しいかなと思います、はい、ショートパンツ2色、そしてトップスですね、はい、半袖、スノーピークの半袖シャツ、これね、多分ね、あれじゃないかな、さっきのショートパンツとセットアップにならない、うん、ですね、ね、素材も一緒だよね、一緒ですね、だよね、はい、半袖セットアップ入ってます、多分帽子もセットでですね、はい、いいんじゃないかなと思います、まあメッシュ素材の半袖シャツっていうことでね、はい、ポケットはないのかな、そこだけサイドはないのかな、サイドはないですよね、ないね、シャツってないもんね、ポケットね、ないですね、胸だけある感じかですね、はい、はい、解禁シャツですね、はい、いいと思います、じゃあ、あ、カオルさん来た、カオルさん来たまあこれブランケットだから一緒に広げてほしい、はい、じゃあ次行きますか、はい、メンズは割とシンプルなやつが多いね、ですね、はい、これ多分あれなんですよね、あのカーゴパンツと素材一緒なんじゃないかっていうですね、リップストップで、はい、色違うけどね、うん、一緒です、多分一緒ですね、で、リップストップ結構軍物で使われてて、丈夫だけど軽いっていう感じのちょっと夏向けの素材ですよね、はい、でそれちょっとカバーオール風になってる、なんか前がポケットが大きいのがついてますね、ワークジャケットっぽい、そうそうですね、でそこにカラビナつけれそうななんかフックがついてますよね、はい、アウトドア仕様になってます、まあ一応結構蚊とかがいると思うんで、うん、あの長袖仕様ですね、はい、これもいいと思います、こう大きめです、ね、大きめですね、 L でサイズ L で大きめです、うん、はい、緩く着たい人はいいですかね、はい、じゃああとはもう一箱いきましょうか、はい、はいはい、同じく、新潟のスノーピークから入ってます、はい、これはちょっとママにも手伝ってもらおうかな、多分ここじゃない、ここ、あ、こっちですねましたね、これ最近公式の方でも出てましたけど、あの定番のこの今年の柄ですね、これ広げましょう、これ多分毎年出るんですけど、スノーピークとペンデルトンのコラボブランケット、はい、じゃあ YouTube に見せてみましょうか、広げましょうか、結構ねでかいよ、結構でかいです、うん、でかいです、おお、でかいですね、うん、一応まあ寝れる感じですよね、うん、はい、ちょっと半分にして柄を見せてもらっていいですか、ですね、
まあ基本的にはこれペンドルトンの柄です。でペンドルトンの柄にここにスノーピークのマークが、このあのさ鳥居みたいなのがいるじゃん、うん、これは多分ペンドルトンの鳥なんですよね、うん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 、でこことかこことかにペンドルトンのマーク、うん、ここもか、あペンドルトンじゃない、スノーピークのマークが入ってるっていうコラボ、だから柄自体がまずコラボっていうやつですね。はい、で一応このタグもペンドルトンとスノーピークが一緒についてるというね。はい、これ毎年結構すぐ売れる感じですよね。あのソファーにかけたりとか車の後部座席にかけたりとか、まあ、ちょっとインテリア的にも使えるんで、はい、でもう一色ママちょっとお願いします、はい、ママ出てくる、二人でこう広げてください。ママ出てきた、はい、顔隠してる、なんてカメラ目線、はい、で色違い、色違い並べたら分かるかな、広げてみて、あそうそうそう、これね、あじゃあなんか水、グリーン、グリーンですね、黒とグリーンがある感じです。柄は一緒ですね、柄一緒です、はい、配色が違う感じのやつが入ってきます。はい、スノーピークとペンドルトンのコラボ、はい、はい、ということでこれは絶対寝れるし、ブランケット、多分布団の代わりになる、あなんていうのかな、夏さタオルケットっていうの、タオルケットですね、これ夏これで寝れるんです。で肌触り心地いいですよね、はい、そうなんです。はい、でした、はい、じゃあこれサムネいきますんで、ちょっとこれでいきますか、これでいきますよこれでいきます、いきますよ、そのまま、はい、5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。 YouTube もこれでサムネいきますんで、はい、はい、というわけで今日は、レイニングチャンプとスノーピークメンズでしたね、はい、紹介しました。はい、レディースも多少届いてるんで、はい、今日か明日かライブやれたらやりたいと思います、はい、それでは失礼いたします、はい。